どうも皆さんこんばんは、ご飯です。さあ今回はですね、グラフィックがとても綺麗だと巷で話題になっている中国版モンスターハンターのね、様子をねちょっと見に行きたいと思います。こちらはですね、カプコンがね正式に監修しているものです。今ねこちらは、公式サイトがですね表示されています。こちらですね、怪物を狩る人かなと書いて怪物リエジェンって読むらしいですね。グーのね翻訳で調べました。はい、ということでこちら公式サイトなんですが、モンスターねよくね見る感じのモンスターと、このモンスター見たことないなと思ってね、ちょっとモンスター見ていきましょうか。これはあれですね、おなじみクシャルダオラかな。多分ここでねモンスターを表示させることができます。はい、まあね見たことある。ちょっとでもこのザザミなんかカラフルじゃないとか、これはあれだね、多分フロンティアのモンスターとかもね移植されてるらしいので、これはオルガノンっていうモンスターだと思うんですよね。これなんだろうな、見たことないモンスターがいますねたくさん。これとかね、あとねこの中国版のオリジナルモンスターなんかもねいるらしいです。これとかね、川のタヌキなんちゃらって書いてますけど、まあ漢字の通りこう多分これはビーバーでしょうね、この尻尾を見る限り。ちょっとね青柱にも似てたりもするんですけど、このモンスターとかどうなんだろう、中国オリジナルモンスターなのかな。なんか骨骨しい、なこの胸の部分がこれ何が出てくるんだろう、なんかビームとか出てきそうやね。だから破壊報酬とかもありそうやし。はい、ということでね、こう綺麗なグラフィックとね、この珍しいモンスターなんかもね見れるみたいなので、このグワイブリエジェンはですね早速ですねダウンロードしていきたいと思います。さあでは早速キャラメイクしていきましょう。てかもうすでにめっちゃ可愛いんやけど、可愛いっていうかすごくリアル。うわーもうこの顔ドストライク。お、性別も選べますね。お、めっちゃイケメンじゃないですか。ちなみに男性の顔はよいしょ、おう、もうちょっとこう彫りの深いイケメンになったね。お、うっすらヒゲが生えてる。てかねすごくねグラフィックがこう良すぎて、この毛穴まで表現されてるっていうのがすごいよね。お、ごつくなった。あ、これがいいね。どんどん濃くなるよ顔が。あ、これ凛々しいね。なんかこう諸葛亮孔明っぽくない？でこれと釣り目風のイケメン。じゃあ女子の顔見ていきましょう。やっぱり可愛い。いや私この、あ、この子はあれか、一重風の美人さんが、うわ私ねキャラメイクだけでね今日の動画終わるね。これは、あ、目がバッチリになった。西洋風の顔立ちやね。お、なんか幼くなったね。あ、ちょっと健康的な感じ。うん、これは、あ、美人さんになった。これは、あ、西洋風な顔立ちになってるね。そしてこう、あー、この子も可愛いな。うわ迷う。いやでも1番目の子か、2番目の子も可愛いなと思って。いや2番目の子可愛いな。あ、でも、あー迷うな。1番目の子も可愛い。あ、ちなみに肌の色も選べるね。おお。この顔立ちにここまで黒くしちゃうとあんまり、なんか渋谷の一昔前のギャルみたいになるね。じゃあ肌の色は白目で、髪型、お、髪型のね選択肢もいっぱいあるね。これこれとかもうこれファイナルファンタジーじゃないですかこれ。名前が出てこんな。ファイナルファンタジー X2 じゃないですかこれ。お、かわいい。あー、これ中国風やね、なんか、うん、パッツン前髪、ショートカット、セミロング。あ、このショートかわいいな。一通り見てみるか。あ、でもおでこ出しでもかわいい。顔がかわいいからね。あ、このショートもなかなか、あ、ショートじゃないやね。
これとかだわ幼い顔立ち似合いそう。ちょっとなんか広瀬すずちゃんっぽいよね。広瀬すずちゃん作れそう美人さんだな。いやでも私このショートカットがいいな。なんかショートカット好きやな最近。で髪の毛の色も変えられますと。奇抜すぎるな。黒髪がいいんやけどで服も変えられる。おじゃん。お露出が高い。色白いのすごい。くびれ私こっちの方が好きかな。なんかこのなんか紐感が好きやわ。色も変えられるんか。あここの布部分の色だけか。白でいいかな。で何何顔になんか印を入れられるってこと。いや特にこういった印はいいかな。あまつげアイシャドウか。あかわいいいやー楽しいなあいっぱいある。こんなんふざけてるでしょあでもこんなメイクをしちゃってもかわいいっていうね。いいですね中国のお面やん。あほくろね、鼻に傷ね、そばかすね。眉に傷そばかすね、かわいいけどね。こうするとなんかあの「高天下」みたいな。高天下っていう少年ジャンプで連載されてた「方針儀」っていう漫画に出てくるキャラなんで、まあ傷はなしでいきましょう。ちなみにいろいろいじれるようになってんだよね。これは何だろう。あ表情か。かわいいなかわいいつけたんからね、さっきからいいですね、これ。いろんな表情が見れるっていう。これちょっと困った顔、怒った顔。あ怒っても怒ってもかわいいですねでこれは憂いを帯びた表情。いいな。お、ちなみに顔めっちゃ細かくいじるようになってる。多分これ眉毛でしょ。うわこんなんね、なんか好きなタレントさんの顔とか表現できそうなんやけど。あこれはなんかノーズシャドウかな。うわー細かくいじれるようになってるんだ。なるほど。あ目を離してみたり近づけてみたり。目頭切開行きすぎでしょこれ。ちょっとこの離れてるぐらいの方がいいんじゃない。で目の外側。あーで眼球の大小。怖い怖い怖いこっちも怖いなんかこれ暗黒面じゃないですかこの眼球の色。赤とかにしてこれもこれで怖いけどね。どれぐらいの目のサイズが可愛らしいんだろう。これ大きすぎだな。これぐらいがやっぱいいのかな。あちょっと青っぽい目も可愛いかも。鼻もいじれますよ。ちょっと大きくしてみたり小鼻をちっちゃくしてみたり。これ多分横から見た方が分かりやすいかな。すっごい細かくいじれるこれ私キャラメイクだけで3日ぐらいかかりそうな気がする。こんなに細かくいじれるゲームだったら。なんかさこんなにいじれるんだったらさ本当に自分の顔も再現できそうだよね。ちょっとやってみたいけどね自分の顔再現してみた。そしてこれは何だろう。さらに変える背景。お、なんだ背景が変わったぞ。あ野外での、いやーすっごい綺麗だね映像が本当はもっとねこの顔いじりしてたいんだけど。進みますか次に。はい完成。これでいいのかな。はい確定。あ、名前も考えろってことか。なるほど。ご飯
なんて書いてるんだろう。名前は、名前が被っていますって書いてるのか、書いてるのかな。なるほど。じゃあご飯チャンネルこれ被ってないでしょ、さすがに。お、作れた。おっしゃー。あ、なにこれ、武器を選べってこと。片手、双剣、体剣、これはなんだ、ヘビーボウガンか。で、タッチ、ハンマー、弓、笛で、これはガン、これはガンランス。で、下がランスか、ハンマーでしょえいっ。お、始まりましたよ。すっごいグラ綺麗やね。お、出たー。アイラだめっちゃ映像綺麗やな、かわいい。お、これオープニングみたいなものなのかな。そんな軽装で森の中って私だったらめっちゃ蚊に刺されまくるけどね。お、あ、おっと、これは何かが来たぞ。ん、あ、教官お、さあ何を言っているかわからないぞ新人、なんちゃらこうちゃら、ハンター書を提出するにゃ。よくわかんない。まあ移動はこれだと。なるほど。ちょっと言ってることはわからないんだけど、この赤い点々みたいなのをたどっていったらいいのかな。あ、武器は片手剣だね。あ、これスペースで回避だわ。で、シフトを押すと走れる。なるほど、わかった。お、なんかキャラクターが出てきた。さあ、でも何を言っているのかわからないぞ。うん、あ、なんかこっちに走ってきた。マリ、もう一人は読めないポージングしてるけど、このマリちゃんはあれやね、ランポス装備なのかな、色合い的に。スタミナゲージとかまだ表示されてないんだね。お、何か来る、何か来る。おお、なんだこれは。あ、青あしら風ビーバーモンスターが来ましたー聞いたー。任せとけ、任せとけ、大丈夫だ。何を言ってるのかわからないけど大丈夫だ。さあ、こいつを狩ればいいんだな。なるほど、回避がスペース、オッケー。ちょっと、よいしょ、回避。うわー、いいね、やっぱグラフィック綺麗やから、なんかモンハンじゃない感じがするなさあ、ずっと動きを読んで。なになに、突っ込んでこないの。なんか不思議な動きするね、このモンスター。おっと、来た、今がチャンス。えいえいえい。お、もういいのもういいの。おっと、やばい。あ、さっきのマリちゃんだ。双剣、なんだ、爪を持ってるぞ。片手剣が。今のこれはライトボウガン、ヘビー、どっちだろう。こっちだ。なんだそれは、なんだそれは。閃光玉爆発しちゃった。おお、さあ一緒に狩りましょうということか。よいしょ、
痛い、食らっちゃった。 HP ゲージとスタミナゲージが表示されてないんだけど、今はあれなのかな、あのチュートリアルなのかな。痛い痛い痛い、やばいやばいやばい。欲しい、チャンス、お、チャンスだよ、みんな。お、いいんじゃない。なんだそれは。なんだそれは。何それ、小型爆弾みたいなの初めて見たけど、そんなアイテム。お、逃げてったね。水中戦とかもあるのかな。さあ、キャンプに戻ってきました。いやー、ちょっと散策してみる。すっごい綺麗やねグラフィック。ちょっとみんなが何を言ってるのかわからないんだけど、私これ日本でもやりたいな。フロンティアのなんかグラフィックがこんな感じになったら、私フロンティアにもう一回復帰したいな。はい、ということで今回は中国版モンスターハンタープレイしてみました。いや本当にグラフィック綺麗で、今日はそればっか言ってるね。なんかいろいろね、感動の連続でした。いやちょっと言葉がわからないっていうのがねネックなんですけど、まあね、漢字で微妙にニュアンスは伝わるっていう部分もあったりするよね。いやー、私はね、いつかね、日本で遊べるモンスターハンターシリーズもね、こんなグラフィックになったらいいなと思います。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。